DN-01 はかつてホンダ技研工業が製造販売していたオートバイである。形式 EBL RC55。カテゴリーとしては大型スポーツクルーザーに分類され、ホンダでは AT スポーツバイクと称する。社名の DN は Discovery of A New Concept の略である。2007年の 第40回東京モーターショーに参考出品され、当時の福井武雄社長がこのままの外観で市販したいと発言。2008年3月7日にほぼそのままの状態で日本国内向けに発売された。海外では2008年よりヨーロッパで2009年より北米地区で販売開始となったが2010年末に終了した。片桐清デザインによる車体は、 スクーター前とした外装を持ち、クルーザータイプのやめ低いシートコーで、ゆったりとした乗車姿勢を取りながらモニーグリップも可能とした、ライディングポジションに対して、前後17インチタイヤの装着によるスポーティな走りを両立させるなど、多種多様なオートバイの魅力集積を試みたモデルである。搭載される RC55E 型水冷4、ストローク4バルブサイチェシー強格。 V 型二気筒エンジンは排気量 680cc。燃料供給は PGM5 燃料噴射装置を搭載。トランスミッションは同社が独自技術を駆使し新開発したロックアップ機構付け油圧機械式無断変速機 HFT を搭載しており、スクーターなどに採用される V ベルト式 AT に比較すると AT ユニットを クランクケース内収納が可能となり車体レイアウトの自由度を高められるほか、油圧並びにコンピューター制御により車種に適した走行モードの設定が可能である。本モデルでは一般走行用、D モードスポーツ走行用、S モード6足、マニュアルモードが設定された。なお動力伝達はシャフトドライブで、後輪には肩持ち式スイングアーム、プロアームが採用された。 斬新なコンセプトと技術面でも新機構を搭載するモデルであるが、整備に従来のオートバイとは異なる特殊性も要求されたため、日本国内では一部のドリーム店のみで潜媒された。これは同モデルの整備履歴管理にキーへ内蔵されたフィード内部格納となる HMD キーで紹介認証データを確認する構造も採用したためでもある。 なお2009年モデルをもって生産終了となっている。ありがとうございます。